こんにちは、貢献代表二宮です。今日は CT125 ハンター株にブランボの片押し2ポットのキャリパーをリアにつけてこうぜという、その付け方のですね動画を撮っていきたいと思います。でこのキャリパーはね、まあ、2ポットということで、純正のスポークホイールに装着できます。で以前ね発売した対向2ポット用のサポートは、まあ、キャストホイールじゃないと、まあ、付けられなかったっていうこともあったんですけど、まあ、今回このキャリパーをですね、チョイスすることによって、純正のスポークホイールでもブレンボキャリパーが付けれるようになりますので、ぜひねブレンボ、まあ、見た目もかっこいいですし、まあ、性能ももちろん純正キャリパーも格段に上がりますので、ぜひつけてもらいたいなと思いますのでよろしくお願いします。まずですね、製品が届いたら、まあ、内容物はキャリパーとブラケットになります。でとりあえず、まあ、キャリパーの方箱から出していきたいと思います。はい、箱を開けると、まあ、こういった形でエアパッキンに包まれてキャリパーが入っておりますので、まあ、出していただくとこういったキャリパーが入ってます。はい、キャリパーはですね、このブラケットを外す必要がまずあります。なので、このブラケットを外すためにはパッドを最初に外さなければいけないので、パッドを外していきます。パッドピンがここにあります。でこのクリップをですね、もう手で取れるんで取っていきます。そうするともうクイックリリースになっているので、こちらから指で押していただければ手で抜けちゃうんで、そうするともうパッドはおのずと取れます。で多分このパッドスプリングも一緒に落っこってくると思うんですよね。ちょっとはまりが甘いので、で、まあ、買ったばっかりで初めてのキャリパーでこれが落っこってきちゃうとどこについてたか分かんないと思うんですよね。なのでこれの場所をちょっと先に説明しておきます。ここにパッドピンがありましたよね。でここに三角マークがあるの で向きは三角の広い面がパッドピンの方を向いた位置で、ここのへこみ、四角いへこみにここクリップになってるんですよね。ここをグッと入れてはまります。でこうやるとここの四角い部分に当ててもらってグッて押すとはまります。はい、これで正しい位置に取り付けることができるんですけど、パッドがついてないともう結構緩いんですよね。なので、まあ、作業中何度も落ちると思うんですよ。だからまあ外れたら最後ね、パッド組む時にあればいいんで、まあ、外しておいてもいいし、もし外れちゃったらここに合わせてグッと押してもらえば簡単につきますので、ここ重要なので必ず覚えておいてください。まあ、パッドが外れますと、まあ、あとはこのブラケットを下に押してもらえれば引き抜けますので、ちょっと最初硬いですけどグッといくと、まあ、抜けます。こうやって抜けますね。ただ抜く際にですね、ブーツがこことこちら2箇所ブーツにピンがそれぞれ刺さるんですけど、このピンとブーツがピンにブーツがなんていうんだろう、こう密閉されるようにちゃんとはまってるんですね。でそこをちゃんと外してあげながら抜かないと、ブーツが伸びて破れちゃったりとか傷ついちゃうので、抜くときはブーツをしっかり外しながら保護して優しく抜いてください。それだけ注意してください。ブラケットが外れましたら一旦キャリパーは置いといて、このブラケットについてるピンと
ブーツとここのプレートですね。この3点をエバテックのこのブラケットの方に移植していきます。順番を追ってやっていきます。それではまずブーツを外したいと思います。でブーツはもう刺さってるとかはまってるだけなので、ちょっとつまんでもらって斜めにギュッとしてもらうと、まあ、簡単に外れます。で、まあ、こう真っすぐ引っ張るとただ伸びるだけなので、ちょっとギュッとつまんであげて取ってください。で次にこのプレートなんですけど、これもはまってるだけなので、こちらの爪をちょっとグッとやってもらうと、もう簡単に取れますので手で取ってください。で最後に、まあ、ピンなんですけど、まあ、これはもうネジで締まってるので、工具ちょっと珍しいんですけど11ミリの、六角になってますので、まあ、ピンもあるし11ミリのディープソケットで外していきたいと思います。それではピンの方を外していきたいと思います。ネジロックがかかってて結構最初緩むのがきついので、まあ、こういう長い工具を使ってもらってぐっと一旦緩ませてもらった方が緩みやすいと思います。その後はまあもうラチェットに切り替えてもらって、まあ回していけば普通に外れます。はい、外れました。まあ、全部外れましたら、あとはエバテックのブラケットの方に外した手順ともう逆にやっていくだけなので、まずまあ簡単なブーツですね。ブーツはまたちょっとつまんでもらって端っこの方からですねこう入れていってもらえれば、中に溝があるのでその溝にブーツが引っかかる形で入ります。でまあ抜けなくなりますので、もし向きが逆ならこの引っかからないんで分かると思います。一応向きあるんでね、気をつけて入れてください。で次にプレートで、これもまあすり割りがあって、まあ、形見れば分かると思うんですよね。なのでもうこのまま手でパチッと押し込んでいただければ取り付け完了です。あとはこのピンをですね、まあ、ネジ M8 1箇所しかないのでもうここにつきます。で向きは表ね、表にピンが来るようにつけていきます。でこのピンはもう普段基本的に抜かないので、まあ、ブレンボの純正の状態でもネジロックかかってたんですけど、まあ、今一度改めてネジロックの方を塗って作業していきたいと思います。はい、ネジロックで、これリモートを置きます。次で C の標準が締めていただいて、ブラケットの方の準備はこれで完成になります。ブラケットの準備ができたら、いよいよキャリパーをブラケットに戻していきます。もうあとはこの外した時と逆ですよね、ブーツのあるところに刺して、あとはギューッと押し込んでいっていただければ、最後ブーツがねピンにしっかりはまりますので、そこを確認してブラケットへのキャリパー取り付けは完了になります。ブラケットにキャリパーがつきましたので、パッドをキャリパーに取り付けていきたいと思います。最初に話した通り、このスプリングが多分この段階で取れちゃってると思うので、説明した位置に戻してパッドを入れていきたいと思います。はい、しましたらあとパッドピンですね、はこの裏面から入れていっていただくと、もうスコーンと入りますので、入りましたら R ピンでを刺して抜けないように固定していきます。この向きで刺せばパッドの装着は終わりです。あとはもうねこれで完成ですね。車体へあった純正のキャリパーと同じようにホイールをね外して、まあ、このアクセルシャフトを通して組んでいただければ、車体での組み込みは
完了になります。でそこはでも純正と一緒なので、最初にも言った通りちょっと割愛させていただいて、車両についた状態から少しだけ補足説明をさせていただきたいなと思いますので、ご了承ください。はい、車体にですね組み込んで一応まあホースまでつけました。で今回、まあ、純正のノーマルのホースが、使えます。で盤状ボルトも、まあ、ブレンボって基本的に盤状ボルトのネジのピッチって M10 の 1.0 なんですけど、このキャリパーに関しては M10 の 1.25 で CT ハンター株の純正のボルトがそのまま使えちゃうんですね。なのでもうそのままリア純正のリアキャリパーを外してもらったらブレンボに挿してもらえればそのままつきます。ただここのねクラッシュワッシャー、これはまあ必ず新品にするようにしてください。あとはもうエア抜きをして終わりなんですけど、パッと見、まあ、フロントブレーキと違ってリザーブタンクがどこにあるのかっていうのが、まあ、見えないんですけど、位置はこの中にブレーキのリザーブタンクがあります。オイル量見ながらエア抜きをして、それはまあマニュアルをね見ながらやってもらえれば純正のキャリパーと方法は一緒になりますので、頑張ってやってください。はい、はい、これで全部の取り付けが完了し、まあ、取り付けた感じはこんな感じ、まあ、ブレンボのねロゴもありますし、まあ、色もね結構 CT に合ってるんじゃないかなと思います。で、まあ、2ポットになることによってまた聞き方も変わってきます。今乗って、まあ、テスト走行では純正のキャリパーよりもコントロールがすごいしやすい感じですね。で踏み込めば純正よりも効く、だから本当その CT のとみんなリアに荷物たくさん積んでどん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 リアが重くなってきた時にやっぱりすごい力を発揮すると思います。ぜひお買い求めください。で最後ね、まあ、乗る前にチェック必ずしてほしいのは、まずタイヤを回してもらって何か擦ってる音がないかとか、接触してるって回んないとか、そういった不具合、回転するにあたって何かおかしいことがないか、まず必ずチェックしてもらって、その後にはまあ実際ブレーキ、まあこう効くのかどうかを止まった状態でスタンドアップした状態でチェックしてもらってから実際走行するようにしてください。で最初はまあパッドが新品なのでブレーキ効き悪いです。なのであまり当てにして最初からもうブレンボつけたんでって飛ばしちゃうと思ってたほど効かなかったっていうことで、まあ、危ないので、まあ、ブレーキも慣らしが必要ですので、まあ、使いながらディスクとパッドをなじませていくと制動力がだん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 上がってくるのが分かると思いますので、まあ、しっかり制動力が出るようになってから思いっきり使うようにしてください。最初は様子見ながら慣らしでお願いします。